エンドを GP40 からには、1972年4月から1986年11月の間に、アメリカの GM エンドが製造した電気式ディーゼル機関車である。搭載するディーゼルエンジンは、エンド 645E3 型で、最大出力は2 2 0 0ットである。標準的な GP40 からには861両が製造され、 うち817両はアメリカに、44両はメキシコの鉄道会社で導入された。本形式をベースとして、サザンパシフィック鉄道向け旅客用機関車として1974年に、GP40 から 2P が3両、カナディアンナショナル鉄道とコートランジット向けに、ショートフードを社服1杯まで拡大した、GP40 から2 w が1974年と1976年に、 計279両製造され、それらの合計は1143両である。GP40 からには売り上げとしては成功したが、その前身となった GP40 や同時代の GP、大出力の機関車としては4同軸の本形式よりも低速での重量列車牽引に優れる6同軸の機関車が好まれるようになってきていたためである。本形式は、 SD40 から2と同様に高い信頼性を得て2008年、現在もなお使用されている。モジュール化された電子システムの信頼性は GP40 よりも高い。しかしながら、同軸一軸あたりの出力がより高まるということは、空転しやすいということを意味し、低速での貨物列車牽引よりも高速列車牽引に適しているということになった。初期の g p 四十からに。 特に GP40 から 2W はすでに製造から30年以上が経過し、多くの一級鉄道では使用を取りやめ、地方の小鉄道に売却されている。GP40 から2は3つのラジエタファンを長い側のフード後部に持つ。発電ブレーキ用ファンを装備する車両は、そのファンが一つ、フードの中央に位置する。ラジエタの吸気口は、後の GP50 よりも小さく、 側面の歩み板は踊り場がない。本形式はダッシュ2の仕様にのっとっており、フードの長い側の右手上部にエンジン冷却水確認窓を設け、運転室の前にあり、バッテリー箱のカバーを蝶子外ではなくボルト止めにしていた。また、前面の吸気口と後部フードのドアには細かなバリエーションが多数ある。ブロンバーグ M 型台車。 他のダッシュ2シリーズでは、従来のブロンバーグ B 型台車を備えたものも多いが、ほとんどの GP40 からには、新型のブロンバーグ M 型台車を装備した。これは、ブレーキは片側1シリンダーで、片押し式であり、台車中央部の板ネの代わりに、ゴムのパッドを、各軸にショックストラットを備えたものである。製造時期により、多くのマイナーチェンジが施されている。ありがとうございます。